貴様はなぜそこまで魔術師を斬ったのだ。我は好き好んで斬ったわけではない。なぜか魔術師の方が襲いかかってくるのだ。はぁ、敵意がない証に笑ってみせても、魔術師どもは聞く耳持たぬと言わんばかりに襲いかかってくる。そうなっては応戦せぬわけにはいかぬゆえ、結局相手を斬ってしまうのだ。